どうもです今日はですね、えー、情報をあんまり浴びないようにしましょうと、えー、マイナスの情報ですねマイナスというか、えー、今、えー、コロナウイルスのことでね、えー、ニュースがすごく、あのー、ニュースが気になって見てしまうと思うんですけどもなるべくねちょっとねその情報をちょっとカットするというか。 シャットダウンするというか、えー、あまりね、まあ、どうしても気になったら、えー、その時は見たらいいとは思うんですけどもあまりあのコロナウイルスの情報ばっかりをこう入れてう。 んか恐怖とかね不安とかがね、えー、増えていくだけでですねあまりプラスのことはないかなと、えー、僕自身は思っております。えー、最初の頃はね僕も気になってねよくニュースとかこう集中して見てたんですけどもねなんかね不安とかそういう恐怖がね、えー、こう湧いてくるというか自分の中にこう出てくる感じがねちょっとあったんでね、えー、ちょっと情報を遮断してます。 でまあ、例えば夕方ぐらいだけちょっとその今日の。 感染者数がどうやったとかそういうのだけちょっと見るとか、えー、ネットのねニュースでちょっとこう入ってきたものだけを見るとかねそれぐらいにしてですねあとは自分の今できることをですね集中してやるということですねほんであの免疫力を上げるためにね運動をですね運動をすることをおすすめしたいかなというふうに思います。僕はちょっとそのニュースを たくさん見たことによってね、えー、なんかあんまプラスになることがないなと思ったんでね自分のできる限りのことね感染しないためにできることは全てするということにしてあとニュースはあんまり見ないと。 1>, 1日1回ぐらいにするとかだからなるべく触れないようにしてねで自分の仕事とかねできることに集中したらいいんじゃないかなというふうに僕は今思っておりますということであまり情報を浴びないようにしましょうということについて今日はお話しさせていただきましたということで以上となりますありがとうございます